フィロラオスは月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。地動説を解き、宇宙の中心には中心の日があると信じていた、紀元前5世紀末のギリシャの哲学者、フィロラオスにちなんで名付けられた。フィロラオスの西北西にはアナクシメネスが、フィロラオスの東にはアナクサゴラスが位置しており、アナクシメネスはフィロラオスよりもやや大きく、アナクサゴラスは フィロラオスよりもやや小さい。フィロラオスの北にはムーシュが位置している。フィロラオスは、フィロラオスよりも古いクレーターである、フィロラオス C の北部と重なるような位置にあり、フィロラオスの C の北部は完全に消失している。フィロラオスの北側の周壁には、フィロラオスよりも古く大きいフィロラオス D が、フィロラオスの北西側の周壁には、フィロラオス G が隣接しており、 フィロラオス G の南西側の周壁はアナクサゴラスの北東側の周壁と隣接している。フィロラオスは形成時からほとんど形状が変化していないクレーターである。周壁の外側の輪郭は円に近いが不規則に陥没した箇所も見られる。最も特徴的な陥没は東側の周壁外側に見られる三角形の陥没であり、 不規則に陥没した周壁の内側には複雑な形状をした弾球がある。フィロラオスの底は荒れ地で、中心とその北東には不規則な起伏がある。二つの中心球があり、フィロラオスの中心点の東及び西に位置している。中心点の北西には二つの小さな尾根がある。 フィロラオスの底には隕石が衝突した痕跡がほとんどない。フィロラオスのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。